日本を代表する若くして亡くなった天才ラッパーを紹介。プリンザピー、どうもカンタです。というわけで今回はフェブ as ヤングメイソンについて紹介したいと思います。フェブさんというとキッドフレシノさん、 JJJ さんと組んでいたクルーフラッシュバックスでの活動が有名ですよね。フラッシュバックスは3人全員がトラックメーカーであり DJ であり MC という特殊な形態を持っており、マルチな才能を持っている3人だからこそできる若いのに渋いヒップホップが魅力的です。その後フラッシュバックスはフレシノさんの脱退により消滅状態になってしまい、フェブさんはファーストアルバムザ・シーズンをリリースし、ソロアーティストとして活動を開始します。その後セカンドアルバムをリリースし、その後も精力的に活動を続けると思った最中で突然亡くなったことが発表。多くのヒップホップファンにとって衝撃のニュースでした。そんな中で先日ポップユアーズで JJJ キッドフレシノがフラッシュバック時代の楽曲を披露したことで大きく話題に。また最近ではフェブが生前に作りかけていたサードアルバムもリリースされました。本当に僕が一番好きなアーティストなので皆さんに聞いてほしいです。皆さんも好きな曲エピソードがあったらコメントへ。それではまた。